はい、皆さんこんにちは、じゅんです。はい、今回はマイケルゴルフ TV のマイケルさんとコラボでございます。よろしくお願いします。マイケル長谷川でございます。はい、はい、毎回お邪魔しちゃってすみません。いえ、こちらこそです。本当に、はいはい、今回は、はい、まあ、ちょっと前に流行った GG スイング、はい、まあ、シャローウィング、うん、これですね、これですね、についてちょっといろいろ教えていただきたいなと思います。今やる、今やんですね、はい、今やるってとこがいいですね、やっぱね。そうです、そうです、さすがでございますね。はい、もう流行りに乗らない、乗らない、後乗りもいいとこです。 GG スイングね。 GG スイング、なんで GG スイングしたいんですか。まあ、やっぱ飛ぶじゃないですか。うん、ま、多分マジっすか。え、飛ばないんですか。あれはフジモンティさんがこれだからじゃないですか。あ、やっぱ、まあ、筋力は大事だとは確かに思うんですけど、うんうんうん、私は結構なんていうんですか、あのスイング、うん、いいなと思ってる方なんですけど、うん、はい、どちらか取り入れてるか。練習でやったりはしたことあります。うん、あんな感じ、うん、あんな感じを。まあ実際ね、力を発揮するにはやっぱすごく効率のいい動きをしてるんですよね。うんうん、ただすごくこのデモンストレーションがこうね、ちょっとこう大げさなんで、はいはい、まあえってなる方も見てる方にはいらっしゃると思うし、うんうんうね、逆にハマってた人もいると思うんですよね。はい、じゃあなんであの GG スイングがあれだけね流行ったかっていう話と、はい、まあ、それはですね、まあ、どうやってスイングに落とし込んでいくかっていう、うん、その話を今日ねやっていきたいなというふうに思います。はい、はい、よろしくお願いします。やってみましょうかね。やってくださ、お願いします。 GG スイング、僕のね、あのあれじゃないんですけれども、あ、そういうことですね。マイケル調べの今日は話でございますね。あ、はい、今回マイケル調べ、僕は言っておきますけど、ジョージ管轄さんに習ったわけではありません。はい、多分皆さんと同じぐらいの情報量で YouTube を見てですね、はい、あ、なるほどなっていうレベルでございます。うん、はい、ただそのプロ、ね、そのね、はい、プロコーチという視点から、あ、その動きっていうのは次にこういうふうに取り入れた方がいいよっていう話をしていきたいなと思いますね。はい、わかりました。はい、お願いします。まずですね、まず、はい、足の使い方にやっぱ特徴があるじゃないですか。そうですね、ね、あとはシャローイング、うん、シャローイングですよね。はい、これはまあ大きく2つ、これはやっぱりポイントになっていると思うんです。うんうんうん、でよくですね、このダウンスイングで一番まずいのが、はい、ボールが曲がる要素っていうのが軸が右に傾いてしまう。あ、要は一番曲がる要素っていうのは、はい、いつも僕が言ってるのはスイング中にフェースが開く動きっていうのがやっぱ一番曲がるんですね。うん、だからスイング中っていうのは、前にも話したかもしれないですけど、ゴルフクラブっていうのは横の力を加えたら、うん、基本的には黙ってたらフェースが開く方向に動くんですね。まずこれはクラブの特性でもあるし、スイング的に言うと軸が、要はゴルフって下にあるものを上に打ってくじゃないですか。はい、だから大体の方がこう少しこうやっぱだんだんこういうスイングになっていくんですよね。はい、でこうやって軸が右に傾くとフェースっていうのは右開きますよね。はい、で開くてそのまま打てば右のプッシュが出るし、うん、ここから返せる人っていうのは今度ここからチークが出るわけです。うん、だから開いてしまうとやっぱりフェースをスクエアに当てるっていうのはもう奇跡的な確率になっちゃうんですね。はい、ですので、スイング中にフェースを開かないということがまず大事なんですけど、じゃあどうすればいいのっていうと、スイング軸。スイング軸。うん。はい。ジェンさんはね、大丈夫。そんなに傾かないんで。ああ、こういうふうにやる。ね、うん。なるほど。そう。傾かないんで、はい、あれなんですけど、この GG スイングっていうのは、このバックスイングからダウンスイングにかけて、要は右サイドを、右の腰の高くしたまま、要は回転をしていく。右の腰を高くしたまま、そうなんですよ、回転してはってどうなってんの、体が。要はこうか、ベルト通しついてる。あ、ついてます、ついてます。あ、これですね、やりたかった、これやりたかった、これね。 GG といえばこれ、はい、何度も言いますけれども、これですね、 GG ファンの皆さん、はい、ノークレームノーリターンでお願いします。でですね、はい、今の話で言うとですね、まあ、この構えるじゃないですか、嬉しい、ね、はい、バックスイングしてさっきの手右に軸が倒れる、まあ、ジュンさん倒れないじゃないですか。でこれが腰が、そうなる人いるわけです。腰が要はスライドしてしまう人、そしたら右腰が低くなるので、この棒が右に傾きますよね。はい、これっていうのはさっき言ったようにフェースが開く動きです。うん、で GG スイングっていうのはバックスイングしたら右の膝を内側に寄せてこないようにして、右腰の位置を高くしながら腰を回転していく、膝を
こういう風に開いて、そうそうそう、だから一瞬ガニ股になる、なってるよね、なってます。 GG スイング、いいね、形がいいで、この右サイドが高いですよね、これがサムネになるかもしれない。そう、右サイドは高い状態で、ここから膝のそうフィニッシュ、そう、あそう、はい、もう一回バックスイング、ダウンスイング、はい、フィニッシュ、はい、これっていうのは今みたいにやると、はい、骨盤がこうなってるんで、基本的にあの要は背骨がちょっと左傾きになるんです。ここはね、そう、ここはね、なりますね、なりますね、うん、でこれだと上体が突っ込んじゃうんで、うん、ここを右の側屈を入れながらこうやって、すごいじゃないですか、こうねすごいで、あ、ここ、こっちをギュッと、そう、そう、こういう感じで、これが今シャローイングのところがこれ入ってるわけですね、うん、そう、だから普通に、クラブを右に倒しただけでこれをされてしまう、あの要は右腰が下がってしまう、単なるクラブが寝る動きになっちゃうので、うんうんうん、要は右腰を高くした状態でまずはターンをしていく、ああこうね、そう、だからちょっとね、これ取り入れた方がいいなとこれ取り入れた方がいいなと思う方っていうのは、うん、やっぱりこのダフったりトップしたりが多い人、うんうんうん、それとか、プッシュスライスで悩んでる人とかはこういう動きをちょっと練習するといいかもしれないですね。そう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 、こうね、そう、何回も何回もそれやると、そう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 、できそう、できそう。でもこれっていうのはスイングでいうと 0.1 秒ぐらいの動きなんです、はい、だからもうスイングを取ったらもうほとんど見えない、うんうんうん、見えないんだけど一瞬その位置に入るっていうのがめちゃめちゃ大事、なるほど、はい、っていうことなんですよね、はい、そう、ね、まずこれ足 でこの足の使い方でよくね言われる、あの聞かれる質問っていうのが、はい、構えた時はじゃあガニ股にしといたらいいんですかとか言われるわけですよ。最初からこれは、僕はこれインターナルとエクスターナル、なんか要はこの膝っていうのは、僕がおすすめするのは、あまり最初からガニ股の状態っていうのは良くないです、うん、そうするとフォロー、ダウンに入った時にこの動ける可動域がちっちゃくなっちゃうんで、アドレスの時にはやっぱりちょっと若干締まっているような形で、はい、ダウンスイングの時にしっかり開いてくるっていうのがいいですね。あ、いいですね。そうすると腰がもうここで回ってくる、はい。じゃあなんでこれが飛距離につながるのっていう話なんですけど、はい、このバックスイングでこうやって使うってことは、まあ、右腰が高いっていうのは飛ぶ要素じゃないですよね、はい、だけどもっと回してきてる、もっと、そう、だからもう切り返したこの時にもう腰っていうのはもう45度ぐらい回転してるんですよ。ああ、もうね、そう、こうね、そう、なんでこの上半身で、こう上半身はここにありますよね、はい、だからここの捻転差っていうのがめちゃくちゃ強く出るんですよ、うん、だからパワーが発揮できるよっていうことだと思うんですよ。なるほど、はい、これが横に動いてしまう方っていうのはこれがもうないじゃないですか。ないです、ないじゃないですか。上とここの差がね、そうそうそう、こんぐらいになるからね、そうそうそう。で、GG スイングその2、その2、その2ね、シャローイングですよね、はい、シャローイングをするためによく間違えるケースがちょっと構えてます。よく間違えちゃうのが、要はスイング右回りですよ、うん、こうやって、こうやってやる、これ違うんですよ。これだと右肘が体の後ろの方に回り込んできてしまうんで、うん、クラブが倒れてないんですね、うん、で本当のシャローイングっていうのはもう一回構えてもらっていいですか、はい、このトップの位置から、このトップの位置からこう動いてくる、お腹の前に右肘が入ってくる動きですね。こうでこう、そうそう、なのでこの棒に絶対的にこの当たらないということです。これが肘が後ろに回っちゃう方はここにガシャーンって当たっちゃうんで、これつけてる、そう、これ多分ほとんどの方がえってなると思います。当たるんだ、はい、うん、そうそうそう、こうで、ま、前に入れてくる、そう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 、回してんのにさらに前、そう、でそこから、はい、ここから、はい、足伸ばして打っちゃう、あ、ここからここからいや、まあちょっとね、打てそうでした、打てそうでしょ、いやでもそこから打ってもいいかもしれない、そう、そこから、はい、しっかり足で、あ、そう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 、はいよ、はい、いい、 OK、 すんごい、こっからちょっと待って、あ、難しいちょっと無理ちょっと待ってください。
無理かも。ここやっちゃうと一回ちょっと持ってさっきみたいに持ち上げてみた。ここからね、ここからだったらこう、うん、どう当たるなし。ちょっとこれなしでいこうか。これあると難しい。もうね、1連でいっちゃっていいですよ。そう、1だからここね、一瞬入ったらもう次はもう、しっかり回るというか、しっかり踏む感じ。はい、足を伸ばしていく感じ。いってみます。はい、いやでもこれ全然うまく打てなかったじゃないですか、はい、うまく打てなかったんだけど、おいいいGG スイングになってます。いやこれ多分 GG の人に怒られますねこれね、バックスインからここね、うん、要はこのようになった時に右サイドを低くしない、こういうことですね、うん、右、それっていうのは右膝がついていかないからなんですよね、うん、でこうやって左膝がこうやって外に回っていくと腰が回ってくるんですよ、こうやって、うん、だからインパクトの時にはもう腰がもうこれ今50度ぐらい開いてる、あっち向いてますよね。で胸は今30度ぐらいなのかな、うん、でこれが X ファクターとかよく言われたりするんだけど、要はインパクトから先っていうのは加速しながら、インパクトっていうのは加速しながら当てないといけないんで、はい、やっぱこの粘点差が残ってる状態でインパクトしたいわけですよね、はい、うん、だからこれがやっぱりすごいこの GG スイングっていうのが出る、うん、要は下半身が回るっていうことですね、うんうんうん、そうで、なおかつ、右サイドが差が低くなってないんでボールも上から入るんで、見てください、これハンドファーストが半端じゃないですか、うん、半端じゃないですよね、半端じゃない、はい、だから多分みんなこうやって打ちたいはずなんですよ、うんうんうん、だけどこのぐらいやっぱり体っていうのは開いていかないとハンドファーストで打てないっていうことですね。でも、もうこうなっちゃってるじゃないですか。足がもう。いや、これね、でも変な形に見えるんだけど、うん、アメリカのね、コーチでこうやってね、教える人も今いるぐらい、かかとでグリッて回れっていうぐらいの人もいる、うん、見た。で、これはちょっと余談なんだけど、うん、まあ、ティーグラウンドってあるじゃないですか、はい、ゴルフ場ね、プロトーナメント。で、昔の選手に比べて、今の選手の足の使い方の方が芝が痛むようになったっていう、うん、昔の選手ね、うん。っていうのはもう、足のこの、その地面との関わり合い方っていうのがすごい変わってきて、はい、だからこうやってやったらもうなんか地面が痛みそうじゃないですか。確かにね、ジリジリしちゃってね、ジリジリしちゃってるじゃないですか、うん、ジリジリしちゃって、そうそう、だからこうやってやることによって腰が回ってきてハンドファーストで打てますよっていうことなんですよ。うん、そうだから、やっぱり手打ちになって体の正面こうやってフリップしてしまう方、すくい打ちになってしまう方とかっていうのは、うん、こういう GG スイングとかで、しっかり体を回していくコツっていうのをつかみやすくなると思うんで、はい、まあ、そういう方にとってはすごいいいんじゃないかなというふうに思います、うん、こうやって見ると、まあ、こうやってスローで見てるとあれですけど、もうなんかまあ普通じゃないけど普通ではない、普通ではないけれども、普通ではないけれども、うん、いや、いつもよりも腰が回って、うん、回ってますね、回って当たっておりますから、うんうん、ここで打ってるのがここになるわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、そう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 、これが GG スイングですね、これが GG スイングです、そう、GG スイングです。ですから、あの途中ね、言いましたけど、うん、この GG スイングっていうのは単純に言うと体の回転がすごいこう、はい、大きくなってくる、はい、でしかも速く回る、はい、っていうのでパワーを発揮できるっていうのもあるんですけど、はい、単純にじゃあ例えば手が全部この回転についてきちゃうと全部カット打ちになるじゃないですか、うん、普通に考えたら、そうですね、だからそれをしっかりとここでクラブをシャローイングして前からスティープに、スティープっていうんですけど、はい、前からクラブを下ろさないように肘をお腹の前に入れてきて、はい、クラブを寝かしていくと、はい、そうすることによって体が回っても正しいプレーンで打てるようになっているっていうのが GG スイングの、うんうん、はい、全貌なんじゃないかと。なるほど、私はそう考えております。マイケル調べ、はいはい、ありがとうございます。そういうことなんです、はい、まあ、ちょ、分かりました。まあ、ちょっと難しいですね。難しいですね、やっぱこれを体でちゃんと分かって動かすというんですかね、うん、いや、もうちょっとやらないとできないなと思うんですけど、そうそうそう、うん、まあ、でも何ですかね、もっとちっちゃい動きで、うん、これをやったらいいのかなって思います。そうですね、はい、どちらかというと
いいと思います。だからやっぱりこれはね、体の動かし方のコツですからね、うん、コツですから、結構プロゴルファーでも打つ前にこうやって取り入れてる人いるじゃないですか、はい、そうですね、いても実際のスイングってそういう風に見えないですよね、うんうんうん、なのでああやって切り返すコツみたいなのがすごく分かりやすいデモではあると思いますので、うん、ぜひやってみてもらえればはい、試してみる価値は、ね、あると思います。そうですね、はい、はいうんはい、ということで今回は GG スイング、シャローウィングについて教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、マイケルさんのチャンネルも見てください。よろしく。よろしく。